1番ティームオーガスト大谷優太、2番手スタートがゼッケン12番の武田唯馬、3番手には東幸太郎、4番手山下優、5番手スタートに母下総一郎、6番手が竹口春人、7番手が島見明人、8番手に渡辺龍、9番手が木村龍介、10番手に斉藤愛美、11番手が大坪徹、12番手に木村翼、13番手が岡村亮太、14番手スタートに勝又浩太、15番手が小松響、16番手に荻野和久、17番手が西奥良平、18番手スタートに色川隆二、19番手星敦樹、そして20番手スタートが鷲山圭介、最後尾21番手からの巻き返しが渡辺智樹というこの21台。さあまずは SS クラスの予選第1ヒート、こちらもここまでのランキングリーダー大谷優太が40秒505というタイムアタック、ベストタイムをマークいたしましてポールポジション獲得です。そしてそのタイムアタックでは途中ストップとなりましたが、トップ大谷と1000分の5秒差、フロントローを分け合いました武田優馬が2番手からのスタート、3番手スタートに東幸太郎、4番手山下優、さらに、5番手母下、6番手竹口までが40秒5というベストタイムをマークいたしましたトップ6、7番手島見も40秒6、さあ、タイムが均衡しているこの SS クラス、現在ランキング2番手につけている渡辺は8番手からのスタートを迎えていきます。さあそんな中、11番手スタートが元全日本ドライバー大坪徹、さらには08年09年と2年連続ここ新東京サーキットの SS クラスシリーズタイトルを獲得いたしました色川隆二、さあ1年ぶりのレース復帰となりました色川は後方からの巻き返しを図っていきます。さあダミーグリッドから出ていきました SS ですが、2コーナーあたりで1台マシンがスローダウンをしているでしょうか。さあ隊列がモナコへと差し掛かってきまして、白線誘導ラインですが、ゼッケン9番8番手スタートの渡辺が遅れています。さあこれで隊列がイエローラインへと戻ってきましたが、もう1周です。スタートディレイ、もう一周。さあ8番手スタートの渡辺が遅れております。さあここでゼッケン9番の渡辺に対してバックストレート赤バッテンが提示されまして、8番手ポジション、8番手スタートを失って最後尾からのスタートということになります。さあ今白線誘導ラインに収まりまして、さあ今ブラックアウト、スタートが切られました。
さあまずは1コーナーホールショットは大谷、そして2コーナーでは1台マシンが止まっています。さあまずは大谷が大きく前に出てきまして、2番手東のその横を、さあ6コーナーで2台のマシンが飛び込んできます。ボシタ、さらに武田が前に出てきたでしょうか。2番手にはボシタ、3番手武田、4番手に東、5番手が山下、6番手竹口、7番手に岡村。さあモナコヘアピンでも2台マシンがストップ、そこに1台ゼッケン24番の木村が今最終コーナーを立ち上がってくる。さあ大坪とゼッケン83番色川、この2台がモナコでの接触。さあ久しぶりのレース参戦となったこの2名がモナコでヒットしてしまったか。さあここで色川はピットへと戻ってくる、いや車検場にマシンを戻しました。さあ今ようやく大坪もリスタートは切れました。さあ3周終了いたしまして4周目と入っていきました。トップ大谷が早くもここで独走態勢、2番手争いがもつれています。さあ2番手に上がってきたのは武田、2番手武田、3番手にはボシタ、4番手東、5番手竹口といったあたりが2番手争い4台パック、さらにそこに加わっていこうとゼッケン34番が山下優。さあここでゼッケン33番の西奥に対しましてリアバンパーが外れているということでオレンジボールが提示されております。ゼッケン33番西奥オレンジボールです。さあここでゼッケン29番の大坪、さらにゼッケン11番和志山もマシンをピットロード戻してきましたが、和志山はピットに、そして大坪は車検場にマシンを戻します。さあコース上では竹口の後ろ6番手には山下をかわした斉藤愛美が上がってきました。斉藤愛美6番手上がってきています。さあここでオレンジボールを受けた西奥も車検場か。トップ大谷が一人旅、もつれている2番手争いは2、4、6、8台での隊列、最後尾スタートとなった渡辺も大きくポジションを上げて現在9番手あたりまでこの2番手争いの集団グループに加わってきています。さあ2番手ボシタ、武田、東、竹口、斉藤、そして山下というこの集団。さあ6コーナーでは動いてきました。ボシタを飲み込んできまして武田、東が前に出る、さらに3ワイドに広がりながら竹口、斉藤、山下、そして渡辺、さらに岡村亮太も加わってきます。さあこれで7周終了、8周目、トップ大谷は一人旅の中、2番手争いが白熱しています。
その2番手争い、武田が前に出てきました。さあ、そしてその武田に対して6コーナー、東がインサイドを奪ってきた。東がインサイドを奪って、これで武田をかわして東が2番手。東、武田、母下、斉藤、渡辺、山下、岡村、竹口が大きくポジションを落としたか。さあ、再び今度は1コーナーで武田が前に出てきます。再び東をかわした1コーナー、武田が2番手。残りはあと2周。さあ、この2番手争いも長い隊列から斉藤歩美の後ろが離れました。さあ、今度は6コーナー、再び東が襲いかかって、東、母下、さらには斉藤が武田をかわしにかかります。さあ、まずは大谷を先頭にファイナルラップへと入っていった SS クラス第1ヒート。大谷は一人旅、独走態勢、その後ろ2番手争いが、さあ、コーナーごとでのオーダー入れ替わり、現在2番手にはゼッケン88番の東が立っているか。さらにその東の後ろは斉藤歩美が3番手、斉藤3番手です。いや、現在失礼、2番手にはボシタが上がってきました。2番手ボシタです。さあ、今これで最終コーナーを立ち上がって、まずは大谷がトップチェッカー、2番手ボシタ、3番手斉藤、東、武田、山下、そして渡辺智樹が7番手です。渡辺が7番手、山下の後ろ7番手が渡辺、8番手に岡村、9番手竹口、10番手に渡辺、11番手が荻野、12番手に小松、13番手が勝俣、14番手星、15番手が木村、16番手に木村龍介。17番手に島見、18番手に鷲山と、18台がチェッカーをくぐり抜けました。 SS クラス予選第1ヒート終了です。